こんにちは、こんばんは。本日の商品紹介は三菱鉛筆の 0.5mm シャープペンシル、クルトガアドバンスアップグレードモデルの東急ハンズ限定カラーの紹介になります。では行ってみましょう。でこちらの商品なんですけれど、2020年の4月の段階でロフト限定カラーをアップした時にリスナーの方が教えてくれた東急ハンズの限定出てるでっていう話で、ネット探したら売ってたので購入しました。じゃあまず開けていってみましょうか。なんか紙パッケージやな。東急ハンズ限定って入ってみますね。まあ開けていきましょう。で、ちょっと箱を出してる時に気づいたんですけれど、これ、前回購入した限定カラーなんですけど、よく見たら緑なんですね。なかなか力入れてる感じがしますね。で、リミテッドエディションと入ってます。まあ、裏にはクルトガの機構等々書いています。で、今回はこちら、オールブラック軸になります。今回のコンセプトで口金、それからクリップ、ノックパーツすべてマットで、金具はすべてマットで仕上げ、まあ、なんて言ったらいいかな。高い高機能性にデザイン性を兼ね備えた東急ハンズの限定モデルになります。というコメントが入ってます。で、パーツ類はすべてマットブラックで統一し、軸は深みのある上質なカラーになってます。という感じで、なんかちょっと大人っぽいですよね。めちゃくちゃかっこいいです。上質ですわ。で、これ、この、ちょっと控えめに入ってるロゴがまたちょっとかっこいいですよね。これはなかなかいいんじゃないですか。もう、すんげ使いたいって感じに思いますね。これはなかなかいいです。これがオールブラックになります。で、こちらが、ディープボルドーですね。と、レギュラーカラーにもレッドってあったんですけど、もうそれも全然凌駕するぐらいかっこいいカラーで、なんて言ったらいいんですかね。もう軸がね、メタリックはかかってるんですけど、マットでもなくて、ただグロスでもないんですよね。なんか異様な綺麗な光沢感があって、ちょっと見、まあ、マット質感にも見えるんですけど、なかなかすごくいいカラーになってます。で、その文字通り限定カラーということで、口金、クリップ、ノックパーツはすべてマットな金具で統一されてるっていう形になります。で、こちらがディープボルドーになります。で、こちらが、ダークネイビーになります。これもいいですよね。さっきのディープボルドーと同じような質感の、まあ、メタリックは入ってるんですけれど、しかもね、このね、普通のネイビーと違って、なんて言ったらいいやろな、ちょっと、鈍光るっていうか、チタンみたいな感じのイメージに光っていますね。なかなか綺麗な軸になってます。まあ、これもちょうどロゴもこう、控えめに入ってるし、まあ、金具類もさっき言ったみたいにそのマットで統一っていうことで、これも軸としてはかなりクオリティ高いですね。この3本は今回ちょっと強力じゃないですかね。まあ、これがちょっとダークネイビー軸になります。で、これ前回買ってた、限定カラーなんですけれど、まあやっぱりちょっと雰囲気似てますよね。ただね、この軸カラーはね、前回はね、完全にちょっとこのマットで仕上がってるんで、またそれもちょっと雰囲気違って、なかなかいいんじゃないですかね。で、前回ね、限定カラーは通常カラーの、ホワイト、ネイビー、レッド、ガンメタリックの4色に、この限定カラーのヒールグリーンとオレンジの2色の6色に、さらにロフトの限定カラーの3色、9色、12色目っていう形になります。なかなかでもすごいですよね。で、今回はね、高い機能性とデザインを備えた、デザイン性を備えた東急ハンズ限定モデルということで、確かに今回はね、デザイン性めちゃくちゃいいですね。で、パーツ類はすべてマットブラックで統一し、軸は深みのある上品なカラーということで、確かにすごく上品ですね。これはね、なかなかいいですね。まあ、前回ね、ロフトの時に話させてもらった、通常カラーが2020年の1月30日発売ということで、そこからね、たった2ヶ月ぐらいでこの限定カラー送り込んでくるなら、大したもんできひんやろみたいなことを言ってしまったんですけど、
今回のこのちょっと東急ハンズのカラーにはちょっと脱帽ですね。これめちゃくちゃいいです。当然ね、ネット通販でしか買えなかったんですよ。まあ、ご存知の通り、東急ハンズは今閉まってるので、で、ネット通販探したら、通常カラーも、もちろん、この東急ハンズ限定カラーも売ってました。でね、在庫が若干少なくなってるので、気になる方は急いでちょっとチェックしてみてはいかがでしょう。でさらに言うとね、東急ハンズさん5000円から送料無料になるんで、3本だけ買うと、なんか700いくらとか、600いくらとかに税金で、720何本とかの、配送料かかってくるので、まあ、5000円、無理してちょっと5000円買うしかないかなっていうので、まあ、この3本以外にちょっとチェックしたら、ステッドラーの925のマイスターリミテッドエディションのブルーとグリーンが、ブルーとグリーン、それからメタリックゴールドが、ネット通販で売ってました。それから、スマッシュですね。スマッシュの何色かが売ってたので、限定カラーですね、もちろん。それから通常カラーの当然このクルトガードバンスアップグレードモデルも売ってましたし、まあ今回はちょっときついんですけど、この3本だけじゃなくって、まあ何本かまとめて買うしかないかなっていう風な感じですね。はい。まあこれはもうしょうがないとこなんですかね。ちなみにね、僕、何買ったんやったかな。伝票伝票。あ、これが、僕、東急ハンズ、三菱鉛筆東急ハンズコラボのグリーンランチプロジェクトのジェットストリームとこちら購入したので、これもまた後でちょっと紹介しようかなって思ってます。まあ、いずれにせよちょっとね、3本だけに700何本の送料かけるのもちょっともったいないので、やっぱりなんかちょっと、買わなしゃないのかななんて思っています。まあ、しょうがないですね、この辺はね、今、お休み中っていうところもあって。ということで、今回は、三菱鉛筆のクルトガアドバンスアップグレードモデルの東急ハンズ限定カラーの紹介でした。また限定カラーに限らず、いろんな商品紹介していきたいなと思ってますので、よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。以上、ご視聴ありがとうございました。